ライアン・ウェザースは、アメリカ合衆国テネシー州、ローレンス軍、ロレット出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のサンディエゴパドレス所属。父は元メジャーリーガーのデビット・ウェザース。2018年の MLB ドラフト一巡目で、サンディエゴパドレスから指名され、7月1日に契約を結んだ。なお、契約しない場合は、 バンダービルト大学へ進学の予定であった。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグパドレスでプロデビュー。A 級フォートウェインティンキャップスでもプレイし、2球団合計で7試合に先発登板して0勝3敗、防御率3.44、18奪三振を記録した。2019年は A 級フォートウェインでプレイし、22試合に先発登板して3勝7敗。 防御率3.84、90奪三振を記録した。2020年は、マイナーリーグが中止となり、登板がなかったが、ロサンゼルスドジャースとのディビジョンシリーズを前にした10月6日に、ロースター入りし、当日夜の第一戦で先発マイク・クレビンジャーの緊急降板を受けて3回裏から3番手で登板。公式戦で登板がなく、ポストシーズンがメジャー初登板となったのは、 前日のタンパベイレーズの支援枕ハンに続き、史上二人目であった。2021年4月3日のアリゾナダイヤモンドバックス戦に登板して、レギュラーシーズン初出場を果たし、この試合では初セーブを挙げている。4月10日に初勝利を挙げ、その後は主に先発で登板している。ありがとうございます。